ております。どうしても通らなければならない関門の一つであります。さあまずマスカラスブラザースの入場でございます。圧倒的にパワーで勝りますブッチャー飼育組がこの軽量のマスカラスブラザースを簡単に料理するか、それとも軽快な動きでパワーを封じることができるでありましょうか。夢のスペシャルタッグマッチにふさわしい興味ある一戦を迎えております。さあ憎いブッチャー、そして打倒ブッチャーを目標にこのリーグ戦初参加。軽量ですがそこには血の通った兄弟チーム対ブッチャーに2対1作戦も十分に考えられます。マスカラスブラザース入場してまいりました。音楽が変わります。ブッチャー飼育組の入場。今年のリーグ戦乗りに乗っているブッチャー飼育組、日本列島を北海道から縦断してまいりましたが、この九州上陸でもものすごい人気であります。先頭はアブドラザブッチャー。特にこのどこの会場でもブッチャーコールは耳に焼き付いています。今や悪のヒーローになりましたアブドラザブッチャー、ザ・飼育組登場してまいりました。勝負の方は45分の一本勝負で行われますが、セレモニー用の花束のお嬢さんがリング上から落ちました。もうちぎれた花束がリング上にもいっぱいになっています。まだ45分の一本勝負、ゴングは鳴っておりませんが、早くもブッチャーが放送席にドスカラスを捉えます。放送席にドスカラスを捉えました。リング上ではゆるマスカラスがザ・シークを捉えています。さあ大変な一戦になりました。まだ花束が払い落とされておりませんリング上ですが、さあこれはアボダのブッチャーの大きな背中だ。相手になっておりますのはドスカラスだ。ドスカラスの背中がもう早くも切れたようです。ドスカラスの喉元に地獄漬けをかませました。アボダラザブッチャーです。さあまだオーバー仮面をつけたまま、オーバー仮面をつけたままのミルマスカラスが弟のドスカラスに助っ人にやってまいりました。まだ正式なセレモニーは行われておりません。両チームの紹介も行われておりませんが、今この福岡九州のちびっこファンにオーバー仮面を投げ入れました。まだ余裕がありますミルマスカラスです。そして外でデモンストレーションを行っておりますアブドラザブッチャー。しかしちょっと激しい体当たりを食らわせましたので、肘のあたりをちょっと痛めた模様だアブドラザブッチャーです。さあすでにいつの間にかゴングが打ち鳴らされておりまして、アブドラザブッチャーにカウントを取ります。さあミルマスカラスコーナーの方はミルマスカラス、それからドスカラス並びました。さあ最初の登場はどうやらミルマスカラスのようですけれども、おっと場外に待ち受けておりました。アブドラザブッチャーがミルマスカラスに激突。これにザ・シークが加わります。ザ・シークがミルマスカラスを捉えて、今度はドスカラス相手を変えます。アブドラザブッチャーはドスカラスをずっとお客様の奥の方に連れ込んでいきました。そして置いて中へ、おこれはうまい。ドスカラス綺麗なフットワークを降りしまして、アブドラザブッチャー置いて中へ。こちらのコーナーではザ・シークがミルマスカラスを捉えています。さあリング上にご注目、激しい体当たり、ダイニングクラスチョップ、ドスカラス、アブドラザブッチャーを倒しました。ドスカラスがアブドラザブッチャーを倒しました。リング上たまらず場外に逃げました。戦場を外に求めます。さあ反対側のコーナーではザ・シークがお兄さんのミルマスカラスを相手にものすごい勢いで狂気を突き出しまして、狂気ではありません、これは今日、いやこれは何でしょうか、ちょっとはっきり言ってしませんが、ゴング用の小槌です。ゴング用の小槌を持ったミルマスカラスがザ・シークに襲いかかる。ミルマスカラスがザ・シークに襲いかかる。思い切って力いっぱい。さあ今度は私ども放送席が狙われそうだ。あっとウェイトの軽いドスカラスを叩き潰しました。ウェイトの軽いドスカラスを叩き潰しました。放送席の椅子が揺れ動きます。そして机がもう半分に折れそうになりました。反対側のコーナーではミルマスカラスがザ・シークを捉えて本部席の方に打ち付けた。さあドスカラスも元気100倍。椅子を相手に挟んでの攻防、倒れておりますのはザ・シーク。さあアブドラザブッチャーとドスカラスの一騎打ちだ。両者正面を向きました。大忙しの上樋口レフリーであります。まさに夢のスペシャルタッグマッチ。さあ両チームの行方を追ってまいりましょう。ミルマスカラスがさあ思い切ってアブドラザブッチャーに激突。しかし頭突きをかわしました。紫色の仮面がおっと飛んだ、フライングクロスチョップ、場外で飛んだフライングクロスチョップ2連発。アブドラザブッチャーが痛む、行っていく、ミルマスカラス行きます。しかしリングの中では首を絞めています。ドスカラスが首を絞めています。ザ・シークの凶悪なプレー、リングの中ではドスカラスを絞めています。喉元にあるいはバンテージを緩めた、その日バンテージで刺しているのか、いや狂気だ、狂気が見えました。ミルマスカラスがとの思いでリングの中に入ってまいりまして、ザ・シークをドスカラスが捉えます。さあ2人がかりで、さあ変態飛行か、ドロップキック、ドスカラスのドロップキックは当たって
ラスのドロップキックはミスに終わりました。さあまたしても放送席に狂気が、さあセーフが入り込んでまいりました。ちょっと放送席のあたりも非常に険悪な雰囲気に包まれました。ザ・シークです。ザ・シークの左手には狂気がありますが、今リングシューズの中にしまいました。今ご覧いただいておりますのはミルマスカラスの表情。相手は史上最悪の狂気コンビでありますけれども、いかにも正々堂々と戦っていますミルマスカラス、それからドスカラスの兄弟チーム。さあちょっと私どもにもちょっとちょっかいを出しましたザ・シークです。さあリングに注目、さあリングに注目、アブドラド・ブッチャーと今度はお兄さんのミルマスカラス、ミルマスカラスが一騎打ちになっておりますが、さて竹内さん、一方的に私は喋りまくりましたけれども、今日のこの対決ですけれどもね、まあ、過去の因縁があります。今年2回このミルマスカラスは仮面を覆面を破かれまして、栗色の毛がもう半分以上見えましたよね。今日の試合でもあるいは素顔を出すかもしれません ね、 しかしね、まあ、マスカラスブラザーズね、感情的にやっていることは事実なんですけども ね、なるべくリングの中で決着をつけてほしいですね。第2クロスアタック、アブドラドブッチャーを倒した、そのままボディープレスだ。しかしウェイトの軽い105キロミルマスカラス、一発で場外に吹っ飛びました。これを待ち受けておりましたザ・シークです。何ですか竹内さん、やはりですねマスカラスブラザーズの感情的な怒りは分かるんですけどもね、リングの中でやっぱり決着をつけなければですね、本当の復讐戦にはならないと思いますね。なるほどね、そうですね。さあ今度はザ・シークが登場してまいりまして、もう完全に右手の手のひらの中には狂気狂気、マスクの上からですが目の中に入れた。これは大変だ。あるいはミルマスカラス出血か、ミルマスカラス出血か、まだ見えません。紫色のオーバー仮面、いや、紫色の覆面をつけていますが、さあメッタ抜き、メッタ抜き、目の中にまた狂気を差し込むメッタ抜き。アブドラドブッチャーがこの様子をマスクのですね、ちょうど目の開いているところに入れました。はい、今度はドスカラスを捕まえます。ザ・シーク、ドスカラスを捕まえまして、ボディのあたりに狂気でつきます。ボディのあたりに狂気でつきます。しかしまあミルマスカラス選手も非常に今夜は冷静、狂気攻撃をうまく自分の攻撃に転じました。さあザ・シークをどうやら、リングの中に連れ込みました。竹内さん、はい、狙いとしてはマスカラスブラザーズはザ・シークの方を狙っているんでしょうか。シークをリングの上に上げてですね、それでダブル連携を見せることですね。なるほどね、圧倒的にパワーの差ではもう劣りますからね。どうしても対アブドラド・ブッチャーということになりますと、1対1の攻撃の目標にされては叶いませんという次第で、血の通ったマスカラスブラザーズはどうしてもザ・シークを2対1攻撃、これが作戦でしょうか。しかしウエイトの軽いドスカラス、またしても地上最悪コンビのコーナーに捕まってしまいました。今狂気をリングシューズの中にしまっておりますが、満を持しておりましたアブドラド・ブッチャーがここでドスカラスの左手をムンズと掴みましてロープに飛ばす地獄突き、一発でのた打ち回るドスカラス。三条大会の時には実に2分05秒で勝負がついておりました。すごい空手三方からサイドのヘッドバット、サイドのヘッドバット、ここでいい体勢でザ・シークに渡します。そして今回の来日ではこのアブドラド・ブッチャーは変形バックドロップ、柔道の山原足を引っ提げましてパワーアップしておりますので、いわゆるこの力と力の対決では見劣りがします。マスカラスブラザースであります。2対1の変態飛行でどうしてもザ・シークを捉えなきゃいけませんね竹内さんね。しかしですね、今ちょっとドスカラス捕まってる位置非常に悪いですね。悪いですね。どうしても相手にサンドイッチ状態にされることが多くなりました。さあ場外の乱戦はミルマスカラス、縦じわのトランクス非常によく似合います。さあリングの中央ではドスカラスが飛んだ、ドスカラスが飛んだ、フライングクロス、いや今度はドロップケーク、ドロップケークを見舞います。2連発、いわゆる空中技を見せました、空中技を見せました。さあいったいった、人間ロケット、人間ロケット、人間ロケットを行きました。ドスカラスです。ドスカラスがいわゆるメキシコ語でトペトペを見せました。ちょっと足が引っかかった模様ですけれども、胸板の方に当たりましたけれども、アブドラドブッチャーまた倒れません、まだ倒れません。今度は2対1場外での攻撃、場外での攻撃、マスカラスブラザーズ得意の2対1戦法に持ち込みました。相手はウェイトの大きい140キロのアブドラドブッチャーだ。2人がかりの攻撃であります。2人がかりで攻撃、シークはリングの上にいますけどね、これまずいですね、まずいですね。あーっと、またしても連携ミス、連携ミス。今上皮口レフリーは冷静に判断しておりまして、ザ・シークの右手を上げました、ザ・シークの右手を上げました。勝負の方は7分55秒、ドスカラス、ミルマスカラス、マスカラスブラザーズリングアウトを取られまして、アブドラド・ブッチャー、ザ・シーク組の勝ちでございます。血の通った竹内さん、兄弟チームなんですけれども、
ザ・ファンクスとの一戦もタッグワークのちょっとしたミスを突かれまして豪快なドリーファンクジュニアに回転エビ固めを決められましたね、はい、今日もいわゆる連携プレー2人がかりで場外に飛び込んでいったこれが作戦のミスですね。やっぱりブッチャーを狙ったまでは良かったんですけどもね、はい、やっぱりシークを計算してませんね。そうですね。さあもう早くもアブドラド・ブッチャーそしてザ・シークは勝ち名乗りを受けまして控え室の方に戻ろうとするところでありますが、この夢のスペシャルタッグマッチとうとうリングアウトを取られましてミル・マスカラス、ドスカラス、マスカラスブラザーズは勝つことができません。アブドラド・ブッチャー、ザ・シーク組の熱い熱い壁に阻まれました。よくやったんですけれども最後どうしても目標がアブドラド・ブッチャーに絞ってしまったのでここに作戦のミスがあったようですが、さあまたしてもザ・シークが放送席にやってまいりました。ザ・シークが放送席にやってまいりましてこの場内200円で売られておりますこのプログラムをむしゃむしゃ口の中に入れます。さあ怒りましたユルマスカラスがまたしても放送席に飛び込んでまいりました。勝負の方では負けておりますけれどもあくまでも試合を捨てません。ミルマスカラス、ドスカラスのこの勇気あるこの攻撃にどうぞご声援を願いたいと思います。しかし勝負の方はラブドラドブッチャーザ・シーク組が勝利を収めております。ミルマスカラス、そしてマスカラスブラザースのもう少年ちびっこファンがもうミルマスカラスにもう寄ってたかって手を叩いたりマスクの上から触ったりしております。終盤の福岡大会を終わりザ・ファンクスが